命の限り激しくライブゴーサー欲望だけで正気を保つ心乱すように影楼の先で手招きしてる幻が笑う一瞬の油断さえ命取りの世界さ命の限り立ち向かうデザインもしも倒れてしまえばここは孤独なレスティングプレイス灼熱の風吹く砂嵐の中激しくライフゴーさようなら。これでもう二度と会えないかもしれないわね。ユウコ！確かにあなたのおかげで命は助かったわ。でも代わりに私はオアシス政府に逮捕されてしまう。あなたを責めてるわけじゃないの。全力を尽くしてくれたのはよーくわかってるわ。これがあなたの限界なのよね。あ、そうそう、私のことが欲しいんだったらこれさせてごらんなさいよって言ったけど、あんたなんかに絶対惚れないから。あんたなんかさようなら。惚れないから。先生、もういい加減立ち直ってくださいよ。あれから一週間ですよ。もうダメですって。あの女は血まなみでもない鬼の情報部に連れてかれたんですよ。きっと凄まじい拷問されて壮絶死してますよ。あの先生、おめえ昼も夜もビクビクしやがって、何もないのに穴に潜ったりしてバッテリーもったいないだろ。だっていつ役人が捕まえに来るかわかんないじゃないですか。あの女が私たちのことをチクってたら。バカ、奴らがその気になったら何をどうジタバタしようが助かりゃしねえ。契約書を破る奴らだぜ。西尾市政府発行の契約書はこの地区じゃ絶対のものだったはずだ。だから命だってかけられる。それをあいつは政府の都合で簡単に破り捨てやがった。ちっぽけなもんだぜ俺たちなんか。政府の手のひらの上で飯食ってクソ垂れてんだぜ。そりゃ食料配給車もバキュームカーも政府が走らせてんですもんね。ともかく今からジタバタしたって仕方ねえだろ。まあその時が来たら思いっきりジタバタしてやるけどね。血の池遺跡調査隊？隊長の血の池です。仕事って遺跡調査なんですか？いや、それが人探しなんです。遺跡だって何もかも掘り尽くされた廃坑じゃねえか。お宝はなくなっても学術的な価値は別でして。んで俺たちは誰を探すんだって？いい加減話してくれてもいいんじゃねえの？いや、それが軍人さんなんですよ。軍人？
西オアシスの政府の子？ええ。調査にはまだまだ危険が伴うんで、私の調査隊を護衛してくれたんですけどね。いやー、いきなりわけわからん連中に襲われて、部下がたくさん殺されるわ。その軍人さんも、せやないか！おめえ、カンタ。おや、カンタだって。俺は仕事だよ仕事。おめえらこそこんなとこで何やってんだよ。泣くな。おい、夏子が行方不明になったって。秘密作戦中だったんで、公式には行方不明になってねえらしいとか。そのせいで捜索活動も行われてないらしい。どうやらおめえらの目的はこの旦那と同じらしいぜ。こいつらあんたが探してる川口軍曹の兄弟だぜ。さてと、目的は一緒なら話は簡単だ。協力して夏子を探そうぜ。もしかしてこの街の中探してたんですか？ああ、いい加減な情報やからですね。何？どういうことだ？何がいい加減なんだよ！いや、違うんです。川口軍曹が襲われたの、下なんですよ、下。そう？こんな仕掛けが、探しても見つからねえわけだ。いいですか？この入り口の存在は政府でも最高機密なのです。もし公害したりしたら。うるせえ！脳がけいいから先導しろってんの！だがひどい。あ、行こうぜ。お、先生！今行くぞ、夏子！待ってろよ。うん。沢田さん、熱源が消えました。追跡不可能です。ああ、人間がいきなり消えるわけがあるか。このデカ人形とも学習しておけ。人間はいきなり消えない。熱を消す装備を持っているか、索敵の届かない場所に潜ったかだ。はい、学習しました。はあ、追うぞ。なんでこの大空間は。廃校の地下にこんなところがあるなんてよ。すごいでしょ。ここの存在を政府中枢は知りません。我々だけの秘密です。ん？地下300メートル、伝説の暗黒時代の地下都市です。伝説み。しかしすげえな、金属やプラスチックがゴロゴロしてら。見たことねえ材質のものもある。見える範囲だけでも10回は一生遊んで暮らせるくらい儲かりそうだな。まだまだこんなもんじゃないです。どこの遺跡も掘り尽くされて空っぽだっていうのによ。本当、町の奴らが知ったら大喜びだね。先生、これ見てください。お、なんで、どうしてこれ。ん？3026年12月15日？伝言ですよ。生き別れた家族や友人たちに自分の無事を知らせるための、あちこちにあります。子供を探している母親、恋人の無事を願う言葉。焼けた上から刻んであるみてえだね。天井にも焼けた跡があります。トンネル全体が炎に包まれたらしいですが。何があったんだろうね。さあな、とにかく大勢死んだんだろうな。暗黒時代って星の世界にまで行っちゃう超文明だったって本に書いてあったけど、それが滅びちゃうんだから、そりゃすんごいことがあったんでしょうね。松下さんははぐれた人に会えたんでしょうか。さあ
何百年も前のことだからね。うわあ、待ってください。私これ知ってます。本で見ました。電車。おお、うわっ、最高だぜ。すげえ、かっちぃ。まあこんなもんがあるってことは、ひょっとして地下都市って恐ろしく広がったんじゃねえのかい。私は長年地下都市について調査研究してきたんですがね、暗黒時代の終わり頃には関東平野全体に広まっていたらしいのですよ。関東大砂漠の地下全体ってことか。ええ、ほとんど埋まってしまったらしいですけどね。暗黒時代が終わるとき、人々はこの地下都市に逃げ込むしかなかったようですね。ふん、ご苦労なこって。お、自分たちの入るバカでかい墓穴をせっせとこしらえてたってわけで。で、結局夏子の件はどうなってんだよ。ついてきてください。砂坊主さんはオアシスに行ったことがありますかね。ああ、ガキの頃親父に連れられて一回だけ入り口を見た程度だけどな。よく覚えてるよ、あの威圧感たっぷりのバカでっかい入り口を。あんまりでっかいんでゲロ吐きそうになったよ。政府のおこぼれに預かろうってのが入り口の周りに群がっていたっけな。政府御用達の商人や会社の出先機関なんかが集まってる町ですよね。中央給水所、薄汚い政府の腰巾着どもの町で。私もその町に住んでるんですが。まあそう。まあいいです。でも中はどうなってるのかご存知ですか？聞いた話だけど、確かものすごい地下都市で。お、あ、地下都市？すごい地下都市ですよ。政府も持て余してるくらいなんです。無理もありません。政府は超巨大地下遺跡の中にあるのですから。地下3000メートルに達する巨大建造物です。政府はその半分も使っていません。不明な部分もまだ多数あります。すごいでしょ。いや、ただちょっとすごく嫌な予感がしてるだけ。10年前の話なんですが、西オアシスの最深部で測量技師が一人行方不明になったんです。そこは迷路になっていて、迷ったら最後、とても助からない。しかし一週間後に義士は発見されました。西オアシスから50キロ離れた全く別のところです。つまり俺たちが入ってきた廃坑に出たってわけか。さすがは砂坊主さん、理解が早くて助かりますよ。要するにあそこは西オアシス裏口ってことかよ。10年前私は遺跡調査に来てましてね、彼の最後の言葉を聞いて知ったんですよ、この地下都市のこと。死んだんですか、その人。ええ、一週間暗闇の中で恐怖と絶望とを味わった末にね、事故死した甲府たちと一緒に手厚く葬りましたよ。なるほど、
遺族には引き渡さなかったんだ。まあそうですな。義士のことが知れたらこの大発見のこともバレちまうもんな。あはははなんてこって、やばいなってもんじゃねえぞこれ。おめえはなんてことに人を巻き込むんだよ。おい、どういうことだよカンタ。まだわかんねえのかよ。政府も知らねえオアシスの裏口をうろついてんだぞ。こりゃ立派なテロで、俺たちは反政府運動に巻き込まれたんだよ。中央なんぞに住んで政府のために働いてはいますけどね、私も砂漠の出身なんですよ。反政府運動ってくぜ、てめえはナツコの敵だな。ナツコの部隊が行方不明ってのはお前の仲間がやったのか。違う。俺の銃、何を、やめろ。おい、いい加減出てこいよ。なんで俺たちが分かったんだ。俺たちは確認状態、損傷は軽微。先制攻撃を受けた場合の行動は指示されていません。命令をお願いします。くそ、いちいち言わんと分からんのかって。分からんのだなお前たちは。尾行に失敗したんだから強行策だ。適当なやつ捕まえて情報を吐かせるんだよ。そうはいかないぜ。いつの間に。ここの情報を持ち帰られると困るんでな。撃て。なんか予想外のことが始まったみて。どうなったんだ。え、うわ、つけられたのよ兄さんたち。なんと、ね、その通りです。ナツコ、お前が襲われたって聞いて俺たちは。怪我とかしてねえのかよ。なわけねえだろ、全部作り話だよ。ようやくわかったぜ。クソ真面目に政府の犬やってんのかと思ったらよ、おめえもこいつと同じ反政府運動家だったってわけだ。ナツコ、私も砂漠の出ということよ。兵士は全滅させても構わねえ。お前たちの初舞台だ。レクチャーされた戦闘術を思う存分試してみろ。わかりました。何？ただし指揮官は生け捕りにしろ。肺の関係を調べたい。なんだこいつ。質問があります。指揮官と兵士はどうやって区別したらよいのでしょう。そんなことも指示しないといかんのか。僕で偉そうにして他の兵に守られてるやつが指揮官だ。わからなかったら全部捕まえてこい。なんでおめえら回りくどい依頼まででっち上げて俺を巻き込んだ。確かに俺は関東にかなり名の通った凄腕だよ。ぜひ仲間に入れたいという気持ちはよくわかる。俺がどうするか分かんねえうちに切り札のこのトンネルを見せるってのはどういうことだ。何考えてる。同感ね。何？私はあんたなんか信じちゃいないし、仲間に入れるのも反対よ。でもあんたを欲しがってる人がいるの。なんだと？そんなことして何の得になる。誰だよその物好きは。いずれ分かります。ですがこれだけは言っておきましょう。我々は私利私欲のために立ったのではありません。砂漠をもう少し良いところにしたいのです。砂漠の人間たちが団結し助け合い、貧しい者や弱い者でも安心して生活していける。
そんな世界を作りたいのです。あ、先生の大嫌いなこと知らないと。なんでここ。リムロ、落としろ。潮崎、威力はどうなってる。こちら潮崎、二分隊は自分以外に。全部捕まえる、全部捕まえる、全部捕まえる、全部捕まえる。間違いない、政府軍で奴らを投入してきたのか。川口軍曹、撤退するぞ。了解、砂坊主は確保しました。ん、カンタは。先生、夏子さんを見捨てるんですか。バッキャロ、俺たちは政府にも反政府軍にも義理はねえ。巻き込まれてたまるか。それはそうですけど。行くぞ。あ、先生。あいつの道理か。トラップにかかった。え、眩しい。くそ、なんでそんなもんに引っ掛ける。サメスが損傷は。警備です、作戦続行に問題ありません。あいつらとんでもなく強いのに、なんであんなに間抜けなんだ。あんたもね。自分の足でついてきてくれるならその方がありがたいのですが。で、もちろんです。砂漠の爽やか好青年カイドウマサルだ。砂坊主、僕らは君の優勝を忘れない。こら、勝手に縁起でもないこと抜かすな。だといいんですが。そして先生は青き流星になったのです。次回、裏と弁。見逃したら厳罰に処します。マジで。